全国1億2000万人の富士フィルムファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。本日ご紹介するカメラはフジカ ST801 です。富士フィルムのカメラだからフジカ、わかりやすいですね。レンズは EBC 富士の 55mmF1.8 です。このレンズカビてますね。標準レンズが欲しくてヤフオクで落札したんですが、安かった分だけあまり程度は良くないです。もともとこのカメラについていたのはこちら 200mm の F4.5 プラクティカマウント M42 マウントです。このレンズは程度いいですよ。全くカビもチリも見当たりませんね。ちなみに EBC フジノンの EBC とはエレクトロビームコーティング、当たったら大きなダメージを受けそうです。レンズの脱着はこちらのボタンを押して行います。このカメラも程度がいいんですよ。これで49年前のカメラですからね。驚きです。シャッターもいい感じです。このフジカ ST801 というカメラはシャッター機構は完全なメカニカルカメラです。シャッタースピードは1秒から2000分の1秒。そしてバルブです。スローシャッターもいい感じですね。先ほどもお話ししましたが、シャッタースピードは2000分の1秒が搭載されています。この1972年の当時で2000分の1秒のシャッタースピードを搭載してたのはニコン F2 とこの富士かのみだったですかね。とにかくこの M42 マウントで2000分の1秒搭載っていうカメラはかなり珍しいと思います。ペンタックスも1000分の1秒でしたからね。シャッター幕も綺麗です。この ST801 のシャッター音、結構いい音です。私好きですね。メカニカルカメラにしては優しい音がします。純正のフジノンレンズを使用すれば開放速光が可能です。純正以外のレンズを使用する場合は絞り込み速光になります。こちらが絞り込みボタン、いい感じです。セルフタイマーもちゃんと動作してますね。そしてこのフジカ ST801 の特筆すべき部分がこの LED です。何が LED かと言いますと、ファインダー内の露出表示を LED で表示してます。当時のカメラとしては普通は視針表示針で表示するんですが、世界初このフジカ ST801 がこの露出表示を LED 表示としました。使用する電池は 4LR41 あるいは 4SR41 です。キャノンの A1 とか AE1 と同じ電池ですね。今でも手に入りますが、さすがにホームセンターとかでは売ってない電池ですね。こちらがファインダー内の様子です。左側にシャッタースピードが表示されます。そして右側に露出表示、露出アンダー、露出オーバー、そして適正露出が LED で表示されます。 LED 表示なので暗い場所でもかなり使いやすいです。そしてこのカメラの裏技の紹介、ファインダーのアイピースですが、これ丸型ですよね。丸型というと
そうなんです、ニコンのアイピースが使えるんです。ニコンのアイピースが使えるということは、視度調整のアイピースが今現在でも手に入るということです。おっさんには嬉しい情報ですね。この ST801 というカメラですが、まあ、見た目もそうなんですけど、操作性もかなりシンプルです。全体的にすっきりまとまっていて、ごちゃごちゃした感じが全くないんですよね。これだけシンプルな操作性でしたら、撮影にも集中しやすいと思います。いや、これ本当によくできたカメラですよ。富士フィルム恐るべし。はい、以上でフジカ ST801 のご紹介は終わりますが、今後のこともちょっとお話ししたいと思います。来ましたね、キャノンペリックス、そしてさらにペリックス QL ということで、今後はしばらくキャノンのカメラがメインになります。これは EF です。キャノンというメーカーは私なりにちょっとした思い入れがありますので、人とは違った視点でご紹介していきたいと思います。それではまたね。はい、OK 牧場。